ね、はい、さあここも右サイドから愛媛小池突破を図ります。裏へ近藤折り返す、もう一度近藤、川原ブレトラップからシュート、いやー追いついた、同点ゴール、川原のシュートが決まりました。後半8分愛媛が追いつきました。いやお膳立てした近藤、前半苦しんでましたけど、初めてじゃないですか彼の良さが出た、このディフェンスライン狭いスペースでこう裏飛び出していってね、背後を狙い、まあ、このセカンドボールですけども、止めたボール足元だったんですから、コース良かったですね。